はい、今日もサイコロ一日です。ケピー、イキキのキー、はいはいはい。あれ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 、ゆかり飲んでなくないウォウォ。今日は、こちら。もしも一年後この世にいないとしたら、こちら読んでいきたいと思います。はい、今回印象に残った言葉はこちら。人生で大切なことは何か考えると行動が変わる。あらー、今日いいお天気ですね。ブルー、情熱の朝シャワー、朝食作りやーす。オートミール、結構が豆乳を投入。回り回ってさあ今重なり合った未来サバイバー。はい、明治のチョコレート。残酷なバナナのように少年よバナナになれ。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、初手ベーコンエッグですね。そして鮭です。そしてオートミールです。今朝ですね、もしも1年後この世にいないとしたらという本を読んだんですけども、この本にはさまざまながん患者の方のエピソードが書いてあって、そしてほとんどの人ががんになってから人生を見つめ直すそうです。なんでがんになってから人生を見つめ直すか分かりますか？それはほとんどの人が明日死ぬと思って生きてないからです。ほとんどの人は死が近づいてから心のままに生きてないことに気づくそうです。まあ、つまりどういうことかっていうと、明日死ぬかもしれないと思って一日一日を大切に生きていくことがいいそうです。皆さん、明日死ぬかもしれないのにベッドの上でゴロゴロしながら人の SNS 眺めてます？それじゃダメだと。自分の人生の主人公は自分です。人生で大切なことは何か考えると行動が変わるそうです。明日死ぬと思いながら今日を全力で生きてください。そんな本です。とっても美味しかったです。ごちそうさまです。日差しがめちゃくちゃ強いです。あら、かわいいナスだこと。昨日は最高の一日になりました。ありがとうございます。今日も最高の一日にします。はい、ということで今日も筋トレやっていきましょう。いくぞ。はい、皆さんお疲れ様です。いや、今日は暑くて。今日はパルテのブルーベリーソース味。パルテロさん、いつもお世話になってます。なんか最近肌の調子がきめ細やかで、これってもしかしてパルテノさんのおかげですか？パルテノさんってこんなに美味しいのにタンパク質豊富なんでしょ？よかったら案件お願いします。はい、ということで夏歌トイレ掃除のコーナー。あー、ロードオブメジャーで大切なもの。泣かないで、そこにはほらかけがえのない大切なもの。角での涙流したけれどこの空の下。高くて歌えませんでした。はい、ということでガチャタイムのコーナーなんですけども、今日はこちらドッカンバトル。あらあら、まあ大外れでした。はい、ということで橘3分クッキングのお時間です。よろしくどうぞ。本日は3分間でカップヌードル作っていきたいと思います。っていう茶番はさておき、カップヌードルチャーハン作っていきたいと思います。今回使用するのはこちら、クッタのとても辛い。まずこちら開けていただきまして、なんかこんな感じです。こちらジップロックに移していきます。はい、こんな感じです。はい、こちら砕いていきます。粉々にしてください。はい、こんな感じです。炊きましたらもう一回中に戻します。中がひたひたになるぐらいまでお水の方を注いでいきます。こんな感じです。いや、誰こんなところに卵用意したの。準備がいいんだから。もう卵割っていきます。よいしょ。強火でお願いします。油、卵、そしてここにご飯炒めてください。ここにカップヌードル加えます。よいしょ。とても辛いカップヌードルチャーハンの完成です。カップヌードルチャーハン作ってみました。いかがでしょうか？っていう茶番はさておき、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。あのとても辛い味で作ってみたカップヌードルチャーハンいただきます。これマルちゃん廃業まで持っていけますね。いや、勝ちました。なんかマルちゃんさんのことを
廃業まで追い込んでほしいって人があまりにも多くて、みんなまるちゃんに何の恨みがあるんですか。私はね、まるちゃんのこと好きですよ。超有名カップラーメンブランドということで、いつもお世話になってます。結構辛くて、なんか今ネットでエゴサしたら、まるちゃんカップ麺まずいって出てきたんですけど。そんなわけないじゃないですか。いつもね、美味しくいただいてます。きっとあれですよね、みんなまるちゃん商品が美味しすぎて妬んじゃってて。これきっと書き込みしてる方、日清さんの社員じゃないでしょうか。至る所にまるちゃんのカップラーメンはまずいって書いてあるんですけど、自分はそうは思いません。こんなにも美味しいカップラーメンを提供してくださるまるちゃんさんに感謝してます。やはりカップヌードルといったらまるちゃんさんじゃないでしょうか。よかったら案件の方お願いします。完食。やっぱまるちゃんさんですよね。ごちそうさまです。はい、ということでただいまのお時刻1時ですね。おやすみなさい。はい、ということでただいまのお時刻2時ですね。オンライン学習します。はい、今回は YouTube 初心者が挫折してしまう苦難について調べてみました。で、収益が得られない、これはクリア。こちら収益化できているので、まあクリア。継続ができない、まあなんとかここまで継続してやってきたんで、クリア。ネタがない。これはまあちょっと三角ですね。結構ネタ考えるのってめちゃくちゃ大変なんですよ。まあ一言で表すなら芸人やってる気分です。で、4番。撮影が面倒。これもね、たまに思う時あるんですよね。うわ、今日だるいなって思う時あるんで。で、アンチはまあ無視すればいいんでクリア。そうなってくると私の課題はこの2つですね。ネタがないの対処法はもう流行のものをとにかく試す。そして撮影が面倒の対処法は、これはもう休む。めんどくさいなって思ったら休む。そうすればこの2つの課題は今後突破できるんじゃないかなと。はい、ということで3時の完食のお時間ですね。今日はこちらパルムのベリーティラミス味、すごい美味しそうですね。いただきます。何これ。口どけの良いストロベリーチョコとコクのあるチーズアイスの味わいがたまらないんです。この中のチーズアイスとベリーアイスの相性がすごい。よかったら食べてみてください。はい、コロちゃん今日も散歩行きますよ。こんな暑い日はゆっくりスタートしようね、コロちゃんね、コロちゃん。そんなに興奮しないでください、コロソーリー。はい、コロちゃん今日もお疲れ様ね。コロちゃんおいで。無視しないで。コロちゃん。いつもはこっち寄ってくるんですけどね、今日泳いじゃってるみたいですみません。こうだもん。すごいもん。はい、ということで、芸術は爆発だのコーナー。今回なんですけども、昨日辞任を表明されました安倍総理の方を書いていきたいと思います。日本の総理大臣ということでね、書いていきます。できました。じゃーん。いかがでしょうか。そんなに興奮しないでください。安倍総理8年間お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。はい、ということで今日の感想なんですけども、安倍総理が辞任の意向を表明されたということで、とても残念ではあるんですけども、持病の悪化ということでゆっくり休んでください。コロナ環境下のこの日本を支えてくれてありがとうございます。ということで安倍総理、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、もう一度解きます。チャンネル登録よろしくお願いします。